皆さんこんばんはこんばんは、えー、現在の時刻夜の8時を回りましたということで、えー、スマートフォンそしてパソコンでご覧の皆さんさらには片町キララのビッグビジョンでご覧の皆さん1ヶ月ぶりでございますはい片町スクランブルナイト今月の MC は加藤豊とアシスタントの川崎やきりこです、はい、よろしくお願いいたします,いしますはい、えー、前回の配信から今日に至るまで、はい、いろんなトピックスがね 石川県内もありますけれども、まずなんと言ってもカニが解禁になりました。はい。はい。十一月の六日。ね、食べた？食べました。食べたか？食べたか？コバコニを食べたか？来ました。僕まだ食べてないんですけれども。早くしないと。ね、十二月いっぱい。期間が短いですから。コバコはね、資源保護もありまして、まあ二ヶ月ぐらいということなんですけれども、まあでもね。 もうこれからは冬の味覚が盛りだくさんもりもりやってきますし。あの石川県では、冬の雷のことをブリ起こしならと言いましてえ、そうなんですか。ブリ起こし。ちょっと初めて聞きます。嘘。はい。え、常識ですか。じゃないんですか。ブリ起こし。ね、冬場でも雷がなって。で、それがなると、ブリが目覚め手じゃないけれども、取れるようになって。 どどんどんとねやっぱり皆さんの食卓にも並ぶようになるという<ー>そんなねいい時期を迎えております。はい、ということでこの放送配信をご覧の皆さんもいやー石川県行きたいなと、うんね、金沢行きたいな 片町行きたたいいいいいなととう方たくさんおいでると思います、はい、そんな皆さんにです、ね、月に一度片町、金沢・片町の情報を盛りだくさんでお送りしているのがこの番組でございまして、片町スクランブルナイト、はい、片町のスクランブル交差点よろしく、うん、いろんな方をゲストにお迎えしていろんなお話を盛りだくさんでお送りしている番組なんですよね。ということで、まあ、今月は、ね、この2人のコンビでお送りしていきますけれども、ま,あ、まるっと、もるトとはありますので、はい、もう早速、ね、ご紹介して、ねまあ、視聴方法も簡単にご紹介していきましょう、はい。視聴方法は YouTube ライブ、うん、ペリスコープ、はい、そして Facebook ライブの三つで見られます、はい、Facebook ライブでは配信の裏舞台も含めてまるっと配信しますので、うん、お好きな方法でご視聴くださいはい、そしてぜひね、あのお友達にも拡散していただきたいなと思います、はい、では今夜の内容をご紹介していきましょうか今夜の内容こちらですはい、こちらになりますはい、ま,はいえー、まずですね、ブライダルジュエリーやブランドの腕時計を扱います L 栄からあの 高級腕時計をご紹介してまいります、うん、今年のクリスマスプレゼント、うん、何にしようかななんて思ってらっしゃる方にはねはい、要チェックのお時間この後すぐ8時5分頃ですはい、続いては今まさに おでんのシーズン到来ですよね。ねということで、金沢おでんの名店菊一さんをピックアップします。はい、あの受け継がれてきた味はどうやって守っているのか、お伺いしたいと思います。菊一<ん>さんに登場していただくのは、かなり貴重な機会となっています。お見逃しなく。はい。こちらが二十時二十五分頃と。はい。いう感じになりますね。はい、で、次。 この番組がずっと追い続けています、はい、金沢マラソンのコーナー「金沢マラソンへの道」第5回の大会が先月の29日か、うん、ね、えー、終了になりました。はい、はい、ということで今回大会をさまざまな角度から振り返るという「金沢マラソンへの道」反省会をお送りしてまいります。8時40分頃、はい そして、スタジオを飛び出して、生中継をするコーナーもあります。はいえー、川崎やきりこが、夜の片町からお届けする、きりこと片町の、街中レポート。今日は、片町きらら広場から、お届けします。すっかり、街のシンボルにもなっている、片町きらら広場の、生木の、クリスマスツリーを、レポートします。ぜひ、ご覧ください。はいはい、こちらは9時頃です。そうですね。そして、片町、イベント情報、そんな、クリスマスムードを、盛り上げる、イベントを、ご紹介、ということで。来 来月、片町キララ広場で行われますクリスマスコンサートについてお伝えしますこちらが9時15分頃ですはい、そして最後は夜の片町紹介です、うん、え、ちょっとお久しぶりの純レギュラーニューハーフパブガラシャ金沢店からニューハーフのお姉さまお二人をお迎えいたします、はい、そして今日はスペシャルゲストこちら、うん、北陸アイドル部から宮村優希さんとお小村聖香さんも登場していただいてい北陸アイドル部の皆さんからもちょっと ご相談をね、<laughs> これは面白いことになりそうだ。カラの姉さんしていただこうかと思います。はい。ということで,くさんで今日もそうですね。メッセージはね、ぜひあのツイッターでお願いいたします。はい、あとはフェイスブックライブのコメントのところもね、随時拾っていこうと思いますし、はい、じゃんじゃんアクセスしてください。はい、番組へのメッセージは、えー、シャープ金沢片町ハッシュタグ金沢片町こちらでお願いいたします。 さあということで片町スクランブルナイト今日は77回目の配信ラッキーセブンが2つ77配信でお送りしてまいりますこの後2時間どうぞお付き合いください